あ、いた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 、おらー、うんぴーだせー。オッケーオッケー、こういう感じでしょうね。はい、分かった分かった。あ、取られた、エネルギー。チキシをやりおる、バカにされてるな、完全。チャリンさん、あなたの中継のラッシュです。ということでね、久しぶりにスライムランチャーやっていきたいと思います。今回はですね、巨大スライム牧場ではなくてですね、なんとスライムライチャーにアップデートが来たぞー。やっほー、久しぶりやなー。もう製品版になったから、そういう大型のアップデートはないのかと思ったら、全然ですね、さすがスライムランチャーの開発者さんたち、アップデートやっていくみたいでございますね。というわけでですね、今回のアップデート何が増えたかというと、すごいぞ、すごいアップデートだぞ。はい、こちらでございます、スライムランチャーのアップデート。モッチの、メガバックスアップデートが公開されました。そして気になるのはこの絵を見てくれ。どう見てもはぐれメタルだよな。この速さ、このスピード感、はぐれメタルですよ。そうですよ、ついにですね、はぐれメタルがですね追加されたみたいですよ。メガバックスのアップデート、こちらです。このアップデートではニンブル渓谷の、探索、新しいクイックシルバースライムの追いかけ、こらはぐれメタルじゃん、完全に。これはぐれメタル英語にしたらクイックシルバースライムだね。豪華な、なんだ、牧場のアップグレード、そして爽快なラッシュモードの試みに招待されます。彼女との範囲交換リクエストを、成功裏に完了し、インディゴ採掘場のロックを解除して、ザ・ゴート牧場拡張を購入した後、彼女のマナーにあなたを招待します。つまり、多分前のやつと一緒だと思うんだよね。このモッチっていう人の依頼を受けて、あげれば、ここの新しいニンブル渓谷にね、行かせてくれるんじゃないかと思うんですよ。というわけで、早速やっていこう。はい、というわけでですね、戻ってきたわけです。あ、そうだ、もう一個見てもらおうかな。はい、こちらですね、こちらも一部公開されている、このモッチアップデートの、内容なんですけど、ほら、はぐれメタルやろ、これ。どう見ても、あ、ムービーあります、ムービー。ほら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 、こういう感じなんで、こういう感じ。ちょっと気になるでしょ、これ。何この泡みたいなやつ。これで捕獲するって感じなのかな。ちょっと気になるよね。いやー、これ早くやりたいなー。というわけで戻ろう。はい、というわけで戻ってきました。早速ね、ここで多分ね、依頼を受ければいいんですよ。ほら、いたじゃん、モッチ。モッチ、ちょっと、あ、なんか、アニメーション出るようになってんだけど。これ、ね、何やってるかね、わかんないんだよね。プロートを欲しいと言っていますね。はいはいはい、猫たんとハニーちゃん、オッケー、あげますよ、あげますあげます。ハニーちゃん、ハニーちゃんはここですね、これ、オッケー。あとは猫ちゃん、猫ちゃんのはあるかな、猫ちゃんないかもしれないな。はい、ここなんですけど、あー、ありました、よかった、ちょっとだけありました。これを納品すれば、招待してくれるんじゃないかなと思いますけど、ダッシュで戻りましょう。はい、戻ってきましたよ、オッケー。これとこれを入れれば、はい、来たー、やったー、いっぱいなんかもらったけど、とりあえずいらないから置いとこう。そして、メールが来てますよ。ねえ、これを見れば、いけるんじゃないでしょうか。さあ、誰か読んでくれ。全然読めねえぞ。なんかね、あなたと仕事の話がしたい、みたいな感じで、テレポーター置いといたから、そっから来てね、みたいな、そんな感じの雰囲気の内容になってますね。ここのホリブルケーブっていうのがどこのことを言ってんのかよくわかんないんだけど、どっかの洞窟の中にあるぜ、テレポーターが。もう呼ばれたっぽい、行きましょう。確か、お、なんだなんだなんだこれ、あ、場所教えてくれるんやん、ちゃんと。やったぜ、星ついてるもん、星、あの星に従っていけばいいんでしょ。はい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 、こっちですね、こっちですね。どこですか、どこ、ここやん、もうめっちゃ近かったやん。もう早速行けるやん、行きましょう、レッツテレポート。で、来た、ここがニンブル渓谷ですか。おお、ちょっとなんか宇宙感すげえ。ちょっと待って、出れない、行けない行けない行けない、なんで行かしてくれない、行かし、はい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 、こっちがなんかテーマパークっぽい感じでなってましたね。いいセンスしてるね、モッチ。早速行ってみましょうか、モッチさんのところに。
お、ここですかね。ちょっと待って、いろいろちょっと見てみようかね。あー、こういう感じ。いいですね、眺めいいね、ここね。空中庭園みたいな感じになってる。お、あ、ここからなんか行けるっぽいね。はい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 。あ、こっちもなんかテレポートありますね。はい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 。じゃちょっとね、ビジネスやってみましょうか。いきますよ。はい。お、なんだなんだ、なんか言ってるけど、まあとりあえずはいはい、わかりました、はいわかりました、はい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 って言っとけばいいやつよね。なんかめっちゃ照れてるぞ。どうした、ツンデレか、割とツンデレなのかね。結構あれですね、アップダウンが激しい感じですね、この人。長いんだよ話が。話長いよ、もういいよ。わかったよ、わかった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 。あとなんか雰囲気でやるから、長い話、オッケー。お、なんか最後なんかすごい喧嘩売ってる感じの、え、これ何、これ、この彼女のモッチプラスポイントみたいなやつ、何これ。150個集めたらいいわけ、いいでしょう、集めましょうか。また集める系のやつ、ちょっとダブル、こっちも開いたな。まあ、まずこっちから行ってみようか。よくわかんないけど、つーかちょっと待って、なんかスライムランチャーのこれランチャーかっこよくなってない、今気がついたらしいさ。すげえかっけくなってんだけど、これ何これ。あ、そしてこのなんか箱が3つしかなくなっちゃってんだけど、これなんでなんだ、なん、お、なんだなんだなんだ、お、お、何これ、この星、あ、これだ、これなんかやれって言ってる。お、お、動く動く、2、1、5、なんか5なった、5なった、なんだよなんだよなんだよ、わかんない。おわ、いたぞスライム。え、なんだこれ、あ、ちょっと待ってくれ、これはなんだ、これはなんなんだこれ、え、これ何これ、え、吸い込めんの、吸い込めない、なんだこれ、わかんねえぞ、わかんねえぞ。あ、ちょっと待ってちょっと待って、なんかがあるはずだ、なんかがあるはずだ。全然ルールが分かってねえ、全然ルールが分かってねえぞらしさ。な、あ、あ、なんか撃てる、でも撃てるようになったぞ、撃てるようになった。あ、ビリ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 できるぞ、ビリビリできる。これどうし、どうしろっつうの、どうしろっつうの。これでいろいろ変わるのか、きっとこの持ってるやつで。なるほど、それでどうすればいいのこれは。え、あ、な、なになになに、なんか捕まえた捕まえた捕まえた。あ、倒せばいいの、倒せばいいのこいつらを。そういうことか、そういうことか。だいぶなんか分かってきた気がする。これでなんかいろいろアイテムをゲットしてこいつらを倒せっていうこと。あれ、なくなってるぞ、どういうことだ、どういうことなんだ、やっぱわかんねえ。あ、でもなんかガンガン倒してるよね、ガンガン倒してるよね。あ、ちょっと待って、ちょっとなくなっちゃった、なくなっちゃった、これが。あ、ゲットしたぞ、ゲットした。あ、ちょっと待って、あ、クイックシルバースライムがなんかウンピーズに変わった、どういうことだどういうことなんだよ誰か教えてくれよ。なんとなくルールが分かってきた気もしなくもないけど、これ倒すんだよね、やっぱね、こうやって倒すと、倒すと、あ、倒すとウンピーズを出す、はい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 、分かってきた分かってきた、そういうことだ。攻撃するとウンピーズを出すんだけど、けど、あ、これか、まだキラキラなってないやつがウンピーズ出すんだな。なるほどなるほどなるほど、これで集めなさいよっていうことなんだろうね。でもこれなんかいまいちコースがよくわかんねえ。あー、ここゴールっぽくない、ゴールっぽい感じ、来た、違うな、なんかだか同じところをくる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 してる感じの気がしなくもない。あと30秒です、あと30秒なんですけど、これで、あ、ちょっと待って、チャージ、チャージできるぞ、なんか、あ、増えた、これだ、どっか、あ、これムービーにあったやつ、これを使うと何、止められますよってことなのかな、そういうことか。おわしゃしゃしゃし、ガンガン倒して、ガンガン倒して、おい、エナジーをゲットして、こうチャージなんとかを使えば、ほら、止まれ止まれ、お前ら全然当たんねえじゃねえか。ほら、ここだここだ、おわし、来た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 ら来たら来たら、あれ、やばい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 、出していけないやつ出しちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、終わったっぽいよ、終わったっぽいね。え、これは、あ、こっから帰れるっぽい、これなんですかね。あ、ここスタート地点じゃん、あ、そういうこと。おー、よくわかんねえけど26、面白いなこれ、ちょっと今までにない感じだねこれね。よし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 、あ、お金もらえんだ、しかもいいね、お金の方がいいよ、あの意味わかんない豆腐より。ちょっとこのにっこりポイント欲しいな。もう一回行ってみましょうか、今度はこっちの、こっちの方の、ここ行ってみる、ここ。お？あ、ここからもスタートできるよ。
これ違うところ、さっきと違うところか。あ、違うね、違うところだね。違うところからスタートできるっぽいね。よくわかんねえぞ、よくわかんないけど、なんとなく雰囲気で3、2、1、来い。よし、エネルギーをゲットするんだ。これでゲットでしょ。これをゲットして、あれ、あ、いた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 、おらー、うんぴー出せー。 OKOK、 こういう感じでしょ、こういう感じ。要はやつらを逃げる、バブルスライムを、ほら、ちょっと、おー、ちょ、ほら、あ、駆逐して、あ、ここ来たことないぞ、さっき来なかったぞ、ここの面新しい、これ。おーし、よし、オッケー。あー、早えな、こいつら。結構ダッシュしてんだけど、おら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 。こいつはもう一回出したやつは出さないのかな、ぽいよね。ビリビリなってないやつが出すのか。おわ、いっぱいいた、いっぱいいた。おら、待ちやがれ、お前ら。おらおら、出せー、うんぴーを出せー。違うかそういう感じでやる。いや、でも結構、あ、出る。オッケーオッケー、出てるぞ。はいはいはい、ゲット。ガンガン来んね。こいつら何なのこれ何なの、これ。野生のはぐれメタルなの、これは。いい感じ。おわ、来た。早い。ちょ、どこ行く。これめっちゃ楽しいんだけど、これめっちゃ楽しいけど、よく分かってないっていうね、ルール。あ、ちょっと待って、あそこになんかすごそうなのあったね。ああいう多分取りにくいところにいい感じのエネルギーとかがあるんでしょうな。こういうところ、こういうちょっと行ったら時間かかるところ。ここ、ほい、ゲットしたぞ。新しいのゲットしたぞ。この技なんだ。おら、どっか、あれ、これ何そんな大した技じゃなかったな。え、当たるとなんかあんのかな。やばい、スタミナがすぐ切れちゃうし、エネルギーがないし、どうしたらいいの、これは。お、来た。これと、あ、あったぞ、あそこに。またちょっとあれをね、どうしてもやってみたいんだけど、届かないな。チキショー、届かなかった。どうしよう。チャージ。あ、ここにもあるぞ。おし、ゲット、60個ゲットしたぞ。さあ、打ちまくりたいんだけど、ほら、いねえか。はぐれメタルを探せ、はぐれメタルを。オーケー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 。いっぱいいる、いっぱいいるぞ。おっしゃ、打て、打ちまくれ。うんぴーを出しまくれ。ほら、ちょっと100個ぐらいは集めたいよね、ワンレースで100個。ここさ、これ取りに行かないとダメなんじゃないか。うわ、ちょ、やばい。全然集まんないけど、30個しか集まんないけど、50個ぐらいは集めたいんだよな、1回で。ちょっと待って、なんでエネルギーたまんねえんだ。難しいな、わかんねえぞ。武器がない。おーし、あった。これだ、どうだ、これだ、これが、これか。これはダメなんだ。これはチャージなんだ。この丸いやつを、あ、そうか、わかったぞ。これをゲットして、これは違うな。これか。これをゲットすると、これが打てるようになるんだ。こっちのやつ、新しい技当てたい。おら、おら、ドッカン。あー、なるほど、これは範囲攻撃。分かった。あー、取られた、エネルギー。チキショー、やりおる、バカにされてるな、完全に。あー、終わった。37個、さっきよりは良くなってるね。はい、というわけですね、今ね、何回かやってみてね、やっとらしさ分かりました、どういうものなのかが。まずね、これを見てほしい。まずね、ここ入るとね、このバズーカがね、進化するみたい。ほら、シャキーン、超かっこよくない、これ。こんなギミック、さっきね、めっちゃ見逃してたね、入ってきた時。そしてですね、このレースなんですけど、わかりましたよ、大体のルールが。まずね、ここでゴーするじゃないですか。じゃあ、始まるんですけど、まず、こいつら、これは普通に当てるやつね、これ。でビリビリなってない状態のやつに当てるとこれ出てきます。でこのリングあるじゃないですか、この緑のリング、これをも取ると、今46秒でしょ、ほら30秒ぐらいね、時間が増えるんですよ、ということがね、分かりました。そんでこのね、ビリビリ稲妻マークはスタミナが一気に回復します。であとですね、もう一個強力な武器があるんですね。でそれがですね、その武器を使わずにもう一個その武器を取るとどんどん進化していくみたい。これだ、これ、この弾、1個目は今これ泡ですよね。でこれでね、ちょっと使わないで持っときますから、もう一個見つけたら誰か言って取るから、言ってっつったって。あそこだ。おーし、よし、ダメだ、スタミナ足りない、あれ取れねえな。取れる。はい、あれ進化しなかった、なんだろう、これランダムなのかな。武器ね、変わるときあるんだよね。まあそんな感じなんだよ。であとね、結構あれなのが、
こうやってね、打つとこれこいつらこうやってプロート落とすんだけど、こうやってさ必死に追っかけちゃうとさ、プロート実は取ってないやつあんだよね。だから結構ねこれちゃんと取っていかないといけないということも分かりましたね。まあ、そういうのをうまく駆使すると今だいたいね1回のレースで50個ぐらいは、取得できるようになりましたけど、ちょっと今回解説したからそこまで取れるか分かんないけど、やってみよう。おらー待て待てー、このはぐれメタルガー、はぐれメタルガリじゃーい、はぐれメタル、そういえばはぐれメタルガリやったよね。あーもうドラゴンクエストでもはぐれメタル狩るし、まあ、このスライムランチャーでもはぐれメタルを狩りまくれ狩りまくれ狩りまくれ、おらおしけけけけ、おら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 、こうやってこれで一網打尽にして、ここで一気にねこれを稼ぐっていうね、あーやり方がいいんだとは思うんですけど、さあどうですか、まだ30個かよ、こんなに頑張って取ってんのに、あちくしょ、なかなかねなかなかいかないんですよね。さあはあ行きましょう、ほらどっかどっか、よしこれでこれでこいつらを足止めして、おら一網打尽じゃーい、よし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 、おーいけいけいけ、取る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 取れてる取れてる、うわ35個しか取れなかった、マジか、ちょっとやっぱ解説してたからってことにしようぜ今のはね、さっき50個ぐらい取れたんだよマジでマジで。はい、というわけでね戻ってきました。まあね36個しか取れてないけど、でも大丈夫、これ俺モッチポイントゲットできるよこれで。なんかこのかわいいかわいいやつください、34、はい来た、え、どうなったどうなった、え、あなんか言ってる、十分なプロートをゲットしたねみたいな、なんかそんなこと言ってるよ、ダブルなんかよくわかんないけど、わかったわかったわかった、話投げんだよこいつわかったよ、あちょっと待ってください、なんか何あれ、鶏、450個貯めたらなんかすごいのもらえる感じするね、なんだろう、ちなみにこっち解放されたの今ので、されない、ちくしょー、なんだよー、いやーダメですね、これちょっと鶏マシーン超欲しいな、これ何なんだろうこれ、めっちゃ欲しいなー、ちくしょー、450個集めるかーね、はい、というわけでね、いやーこれ楽しいね、またね、次回これ450個集めるのねやっていきたいと思いますので、ぜひまた見てくださいね、このかっちょいいバズーカデフォルトにしてほしいんだけどなね、というわけで、あ、これ余ったやつ入れとこう最後ね、というわけで今日はねこれぐらいにしたいと思います、最後まで見てくれてありがとう、それじゃあ今日はこの辺でまた見てね、バイバーイ。